はい、今日はですね、新型コロナウイルス COVID-19 についてお話をしたいと思います。で、最初にですね、ここにありますように、今日のお話はコロナウイルスについて、で、その中でコロナウイルスとはと、それからどうやって感染するか、それから感染したらどうなるんでしょうかと、それから感染が疑われたらどうしましょうかっていうようなお話をした後に、正しく恐れるためにっていうようなお話をしたいと思います。では最初にですね、コロナウイルスについて若干の、ことをお話ししたいと思います。で、もうすでにですね、いろんなお話が、で、テレビのニュースだとかいろんなことでもうご承知だと思いますけれども、そうですね、この辺のですね、ごめんなさい、後でお話しますけども、増殖過程ですね、この辺は非常に難しいお話ですので、今日は簡単にお話しします。で、コロナウイルスっていうのはですね、このような、まあざっとですけれども、こんなような模式図になります。で、スパイクがあるっていうようなことが特徴的なことがあって、それで、HIV ウイルス、エイズの元となるウイルスですね、そのようなウイルスとか、それから子どもさんが、特に乳幼児ですけども、下痢をする時に関与するロタウイルスというのがあるんですけれども、それと同じようにコロナウイルスは RNA を持って、 DNA じゃなくて RNA だけを持っているウイルスです。で、コロナウイルスという名前がついた由来は、これを見ていただくと分かると思うんですけど、太陽のコロナというような感じで、そこからコロナウイルスというような名前がついています。で、これがどういうふうに感染をするのかというと、このスパイクのところを利用して細胞の表面ですね、特にですね、口腔上気道粘膜だとか、それから鼻腔粘膜のところに、リガンドレセプターというものを利用しまして結合します。それから、侵入をして、そして侵入するとですね、細胞質の中で、自らの、部品である、核となる部品である RNA を細胞内に放出します。そうすると、この RNA ですけれども、この RNA はプラス RNA になってまして、マイナス RNA を作成すると同時にですね、プラス RNA 自体でですね、自分の部品であるタンパク質ですね、ウイルスのタンパク質を、作らせ、細胞内で作らせます。そして、マイナス RNA なんかを利用しまして、そのもうどんどん増えていって、そして、自分の核酸も、RNA 核酸も、合成したりして、そして、ここには若干の絵が出てるんですけども、小胞体だとかゴルジ体を利用しまして、そういうものタンパク質等々を作らせまして、そして細胞質の中 で、そういうような部品をですね、集めてきて、一つのウイルスを合成して、そして、出来上がったウイルスが外へ放出されるっていうような形で、どんどん、増えていくわけです。これが、コロナウイルスの感染経路の、特徴とあります。で、コロナウイルスによる感染症の種類にはどんなものがあるんでしょうかということなんですけれども、皆さんが普通に風邪をひきますよね。そのうちのですね、3割ぐらいがですね、ヒトコロナウイルスというものがですね、関与して、風邪を起こしています。だいたい、ごめんなさい、3割って言ってましたけども、ごめんなさい、文献には3割ぐらいというふうなこともあるんですけども、大体まあ10から15% ぐらいというようなところがあるということです。で、潜伏期はこの場合、普通の、これ風邪ですと2日から4日ぐらいというようなところで、その後に、咳や喉ですね、そういうようなところがですね、感染経路となって、そして次から次へと起きているということなんですね。それから記憶にあると思いますけども、 SARS コロナウイルス、それから、MERS コロナウイルスというような重篤なウイルスも、ここの、コロナウイルスから変わった変異型のものです。それで今年流行っている、新型コロナウイルスですね、 COVID-19 と言われるやつなんですけども、これが、あります。で、このような 4種類ですね、4種類のコロナウイルスが、一般的に知られたものとしてあるということを、覚えておいてください。それで、コロナウイルスはどうやって感染するんでしょう。主にですね、今まで言われていることなんですけども、飛沫感染と接触感染ということで、感染が、ルートとして挙げられています。で、今日の朝のニュースを見てますと、エアロゾル感染というものが
もう一つ重要な役割をしているのではないのかということを、最初は中国 の、 あの報告があったんですけども、最近今日の朝ですね、アメリカが認めるようになりまして、もう一つねエアゾル感染というものが出てきてました。でも主は、飛沫感染と接触感染です。そして飛沫感染というのは人のくしゃみ、咳ですね、唾などの飛沫と一緒にウイルスが放出されて、別の人がそのウイルスを口や鼻から吸い込み感染するということですね。主な感染場所なんですけども、学校や劇場、満員電車などのですね、人混みの人が多く集まるところですね。いわゆる、今テレビで話題となってます3密と言われる場所ですね。そこのところで感染をするということです。で、接触感染というのは、感染した人ですねがくしゃみや咳を手で押さえた後のですね、その手でですね、周りのものに触れて、ウイルスがその周りのものについていって、そうですね、別の人がそのものをですね、触ってウイルスが手に付着し、その後、その手で口や鼻ですね、を触って粘膜から感染をすることですね。これが接触感染と言われています。で、主な感染場所なんですけど、電車、バスのつり革ですね、それからドアノブとかですね、スイッチなどですね、が挙げられます。またここには書いてないんですけども、トイレの入り口のドアだとか、それからフラッシュする時のノブですね、そういうようなものですね、そういうものはもう感染すると言われています。で、ここにはですね、唾とか咳だとかっていうような、飛沫関係のことをお話ししましたけども、大体1分ごとのですね、飛沫の数を見ますと、くしゃみっていうのは4万個ボト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 と飛沫が飛んできます。それから咳では3000個、会話では600個というような感じで、このような感じで、飛んできますので、まあ、それぞれ注意してください。それから接触感染の方なんですけども、プラスチックだとかステンレスなんかですね、そういうものはですね、72時間ぐらい、ウイルスが付着して生きています。段ボールでは4時間ぐらい、それから、銅では4時間段ボールでは24時間、銅では4時間ぐらいというような感じで、どこでも数時間はですね、生きてますので、治療してください。そして、ここには書かなかったんですけども、コロナウイルスはですね、便からも感染するということなんです。コロナウイルスの感染症の患者さんにはですね、下痢をする人がいます。それの人のトイレの中でのしぶきだとか、トイレをした後の手を拭いたとか、トイレットペーパーで紙、肛門ですね、肛門を拭いたりとか、その後にですね、やっぱり数枚のトイレットペーパーではウイルスが透過していきますので、その触った手で、拭いた手でいろいろなとこを触っていく、そして次の人が触って感染をするということがありますので、注意してください。さあ、それではですね、普通の風邪では数日っていうことだったんですけども、 COVID-19 ですね、新型コロナウイルスですね、ですわね、ではどのくらいの、潜伏期があるんでしょうか。もうすでにですね、テレビ等で、ご存知だと思いますけども、一般ですね、1日から14日ですね、一般的にはですね、約5日程度ということが、WHO の報告で決定する、報告されています。これまでのですね、コロナウイルスの情報などからですね、飛沫感染者の14日間にわたってですね、健康状態を観察するということが、推奨されます、されてますので、14日間ですね、最初の感染からですね、ウイルスがですね、どんどん出てくるので、大体14日ぐらいですね、このぐらいがあるんだよということを覚えておいてください。そして、感染したらどうなるんでしょうか。さあ、ここですよね。鼻、咽頭ですね、それから喉頭などですね、上気道や気管や肺などのですね、ここの上気道のところとか、から気管や肺などですね、こっちの方ですね、ここのところの下気道に感染し、上気道炎だとか気管支炎、肺炎になるとされています。これ一般的です。で、感染した人の全てがですね、ここです。感染した人の全てがですね、発症するわけではありません。ここの図を見てください。この氷山の図を見てください。発症した人はこのぐらいです。発症しない無症候者ですね、無症候者ですね、がこのくらいいるということが一般的に言われてますので、こういうようなことがあるんで、自分は健康で何も症状が出てないんだけどもと言いながらも、ウイルスを排出し続けている人はこのくらいいるというですね、もうこちらが3に対してこちらが7割ぐらいというような感じでいるということを
覚えておいてください。特に若い人はこちらの人が多いということですね。僕みたいに、年をが、まあ、高齢になっているものはこちらの方が多いということなんですけども、こういうような人が多いんだよということを覚えておいてください。ここに書きましたよね。無症候者は若年層に多いとされています。ここを注意してください。発症は発熱や乾いた咳、それから全身倦怠感から始まります。これ一般的な風邪と同じような症状ですね。これが発症が多くて、インフルエンザやそれから風邪と、まあ、そういうことで風邪やインフルエンザと見分けがつかないのが多いということですね。で、受診されてインフルエンザになって嬉しいっていう患者さんが結構多いという話を聞きます。コロナじゃなくてよかったなという話を聞いたことがあります。その他ですね、最近 の, あ の, です、ね、あのお話で、まあ、こういうような症状ですね、風邪症状の他にですね、特にですね、テレビで話題となっている味覚異常だとか嗅覚異常ですね、匂いがしないだとか、それから味がしないって、こちらの方が若い人に非常に多くなっているみたいですので、こちらもこういうような症状が出てきたら注意をしてください。ここからが始まりです。風邪症状だとかですね、熱が出てくると当然ですね、鼻水が出てきたりとかですね、それから筋肉痛ですね、四肢関節痛だとかというものが出てきます。まあ、こういうような症状ですね、数日続いたら、注意をしてください。じゃあ次ですね、どんな人が、若者は先ほどですね、無症候者って言いましたけども、どんな人が、症状が重くなるんでしょうか。もう最近ですね、0歳児でも重症になるケースがもうそこここにですね報告されてきています。まだそれでもまだ少ない方なんですけども、皆さんご存知のように50代以上ですね、50代以上の人はですね、ここにですね、ありますようにですね、症状ですね、症状が重くなる。じゃあどういう人が症状が重くなるかというと、こういうような心疾患だとか糖尿病だとか慢性呼吸器疾患だとか高血圧だとか、まあ成人病クラスですね、持病のある人ですね、こういうような人がですね、重症になりやすいということですね。大体亡くなられている方もほとんどがって言ったらちょっと語弊がありますけども、大部分の方がって言っても語弊だな、多くの方が、高齢者であり、そしてこういう持病を持っている方ということです。決して若い人はそういうことはならないんだよということはないので、テレビでもですね、ニュースで時々流れてますけども、20代ぐらいのどこかの国の女性でしたっけ、亡くなった、自分は亡くなるといって亡くなってしまったというようなことがあるということです。じゃあ感染が疑われたらどうしましょうか。もうテレビでは等でですね、しつこく流れています。ここにありますようにですね、 37.5 度以上の発熱、風邪の症状がある方ですね、まずは安静にしてください。そして毎日体温は測って記録をしてください。そしてそれがと同時にですね、強いだるさ、息苦しさですね、強いだるさ、もうだるくてしょうがないというようなことがあったら、都道府県のですね、帰国者、接触者相談センターの方に電話をして相談をしてください。そして高齢者、妊婦のある方です、妊婦さんの方ですね、そして基礎疾患のある方はですね、こういうような症状が2日間続くようでしたら、相談センターに行ってください。それから若い方も当然だと思う、若い方が多いんだろうと思うんですけども、これだけの症状の方は4日間続いたら、相談センターにご相談ください。それから先ほども言ってますように、収穫だとか味覚ですね、匂いがしないだとか味がしないっていうようなことが、熱がなくてもこういうことが続けば、相談センターの方に連絡をお願いいたします。若い人ですね。さあそれではですね、コロナウイルスをですね、正しく恐れるためにどうしたらいいんでしょうかということなんですけども、どんなところがあるか、ごめんなさい、どんなところがあるのかということなんですけども、満員電車やバスはですね、短時間でもですね、接触感染に近い状態ができます。昔はそうですね、新型インフルエンザかインフルエンザが広まった時ですね、とある実験をやったし、大学の先生がいます。バスの中で先頭の方で誰かがくしゃみをしたって、そうすると飛沫は数メートルとも止まってしまうんですけども、エアゾールってやつですね、
霧みたいなものがバスの後ろの方まで飛んでったということがあるので、こういうようなところですね、こういうような満員電車ですね、バスですね、こういうところは非常にですね感染リスクが高いということですね。それから感染予防にはですね手洗いが大切です。手洗いですね、手洗いが大切。そして、PCR 検査って今言ってますけども、これは万能ではないです。本当に出ているウイルス量が少なければ引っかかりません。例えば PCR の 感度ですね、感度が10個中の5個以上出てれば、5個以上ですね、5個以上出てれば、陽性と出てくるはずなんですけども、1個や2個では感度が足りなくて陰性になってしまうということがありますので、 PCR 検査は万能ではないと。陰性だからといって、よかったよかったということはありません。特にですね、そういうようなこういうようなところですね、先ほども言いましたように、ドアの手すりだとかですねを触って、そしてその後ですね手で顔をいじくる、多分マスクをしているとよくいじくったりなんかすると思うんですけども、その時にもよく注意をしてくださいということです。それから、免疫力の低下で重症になることもありますので、規則正しい生活を送るということが重要だと思います。こういうようなことが重要だと思います。さあ最後です、私から言いたいのはですね、流行の拡大、皆さんがちょっとした注意で、防ぐことができます。頑張ってくださいということですね。密集空間をしばらく避けましょう。3密って言われるところですね、そういうところをしばらく避けましょう。それから風邪の症状が出たら外出を控えましょうですね。それから石鹸を使って手洗いをしましょうって、まあ、アルコールだとかそういうような逆性石鹸とかそういうものはなくても普通の、石鹸で構いません。20秒以上ですね、ゴシ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 ですね、もう皆さん習ったと思います。手のひら、それからこう爪、それから歯間ですね、こういうところをしっかり20秒以上ですね洗って、そしてきれいに水で流していただければいいと思います。であとは免疫力の低下を防ぐためにですね、バランスの取れたですね食事と休養でですね体の抵抗力を高めましょう。肉ばっかりでもダメですし、野菜ばっかりでもダメです。バランスよく取ってください。それから咳やくしゃみをするときにですね、マスクやティッシュですね、口や鼻を覆うこと、これ大事ですね。それからもしできなければ、とっさの場合ですね、できなければ肘を使って、こういうような感じですね、肘を使って、口と鼻を押さえましょう。これはダメです。これだと咳やなんかがついたときですね、このままで、ノブとかいろんなものを触ってしまいますね、ここでやりましょう。それから最後にですね、マスクをですね、新品、ごめんなさい、今自分が使っているマスクですけど、新品を使う場合ですね、ちょうど半分にですね、不織布のマスクです。半分に折って、そして今度はこういうような感じにして、こうの方にですね、ダブルの形ですね。ダブルの形にしましょう、こういうような。そうして、当てて、そして、下の方は顎の下まで引くという。このダブルの下、ダブルの形をすることによって、ここからの空気の漏れですね、漏れがなくなって、よっぽどっていうか、まあ十分ですね、自分の、唾とかそういうもの、咳をですね、しぶきなんかを外へ出さないっていうようなことができると思います。こういうようなことに注意してですね、コロナに十分気をつけてください。ありがとうございました。以上で終わります。